メールの場合はメガネアットマーク tbs.co.jp です。木曜ジャンクおぎやはぎのメガネビーキ。さあ今日のメールね、自由なメール来てますよ。ラジオネーム拓よしろう。小木さん、八木さん、コウモテンさん、こんばんは。僕は橋を見るのが大好きなので、先日電車の1日乗り放題切符を利用して、都内の有名な橋を見てまいりました。中でも王子駅付近にある大人橋という橋は僕の一押しの美しい橋です。何おとなしいや。おとなしい橋なんてある？王子？あっちじゃないの？俺よく行くけど王子。王子からさ、飛鳥山公園の方に上がっていってさ、右折すると池袋に向かうみたいな、明治通り。電車、都電が走ってるとこ、坂を登っていくやつ。登っていって、登っていくところにないなんか橋っぽいのあったかもしれないな。桜とかあったような公園で。あれじゃないかな。あれかっこいいよ。あれかっこいいよ。はぁ。でもいい趣味してね、その橋を見に行くっていうなんか。大木っぽいね。なんかいいよね、そういう電車でさ、切符買って一日の。楽しい、そういうの。いい趣味してるね、確かに。うん。うん。滝を見に行くのなんか近いね。近いね。うん。ラジオネーム、エビエビゲーリ。小木やきさん、小本屋さん、こんばんは。僕は今、就活中で、毎日暑い中歩き回っています。今日の集団面接で面接官から趣味を聞かれ、ラジオを聞くことです。メガネビーキという番組が好きですと答えたら、面接の後ろ隣に座っていた学生から、俺もクソメンリソナーだよと話しかけられて驚きました。ちなみに彼と駅までの道のりを一緒に帰りましたが、途中でお互い話すことがなくなって気まずくなり、僕は近くのコンビニへトイレに行くふりをして別れました。いいね。クソメンっぽい。一瞬ここでね、喜んじゃったんだけど、共通の話題が終わっちゃうともうそっからないんだよね。そうなんだよ。聞いてるんすかとか言って。で、いろんな理由つけて離れようとするのもそうだね。そうだね。いいよ。いいね。いいよ。確かに。嬉しかったんだね。さあ、それではね、批評。はい。批評のコーナーです。こんばんは。 TBS アナウンサーの松田直弘です。週刊おぎやはぎ批評。この時間は聴取者の皆様から寄せられた番組へのご意見ご要望を紹介し、より良い番組作りによる放送文化の向上を目指し、パーソナリティであるおぎやはぎへ自己批評を促します。本日も素敵なピアノの演奏とともに、皆様からのメッセージをご紹介いたします。あのさ、先週聞いててちょっと心配になっちゃったんだけど、矢作さんの弟子規模って人が来るって話してたよね。うん、来てるよ。あれ、この前もいらっしゃってたの？この間。いた。あ、そう。なるほどね。じゃあ、今夜はスタジオの外で見学してるかもしれないんだ。うん、いるいる。うん、してるよ。そうなるとやっぱ心配だな。いや、何がってさ、増田の弟子希望が来るんじゃないかって。そっち？いや、大丈夫じゃないよ。はっきり言っておかないと来ちゃうもん。いや、わかるよ。増田のアナウンス技術と適度なユーモアを近くで学びたいって気持ちはわかるけど、困っちゃうんだよな。来られちゃうと。うん、そうか。いい機会だからはっきり言っとくね。増田は弟子取りませんから。だろうね。増田のアナウンス技術と適度なユーモアは一台限りなんだよ。学びたいって気持ちはわかるけど、本当にご勘弁ください。ごめんね。さあ、しっかりとお伝えしたところで、それでは最初のステイチューンです。東京都西東京市。ラジオネーム、山田かつてないテレフォンセックスさん。50代の女性からいただきました。ありがとうございます。私は、小木さんが大好きで、飼っている2羽のインコを、小木と小木と名付けています。先週の放送は、オープニングでいつもより小木さんが喋っていたので、我が家の小木と小木と、一緒に喜びながら聞いていました。しかし、小木さんがフライデーに取られたという件に関してはがっかりでした。渡部さんのように、どっかの女優さんと撮られたのか、と期待していたら、車の写真。そんなどうでもいい写真だったとは。しかも、1時15分あたりに、写真を撮ったのは、30代か40代ぐらいの根本さん。と、撮った方のお名前まで言っていました。名前を知っているということは、お知り合いかなんかでしょうか。売名目的で知り合いに写真を撮らせるなら、もう少し話題になりそうな写真にしてほしかったです。飼っているインコの小木と小木もがっかりした様子で、鳥かごから逃げていってしまいました。俺がコインパーキングに行って、なんかしようとするときに、一人いたの。30代か40代ぐらい。根本さん、男がね。根本さんずっと言うよ。続いてご紹介します。千葉県松戸市、ラジオネーム、健おなこさん。54歳の女性からいただきました。ありがとうございます。おい、おぎ。お前何度言わせればわかるんだよ。またやったろ。先週の1時16分、吉川晃司さんのモノマネをしてたけど、モノマネをする